カルメラ・レミージョは、イタリア・アブルッツォ州ペスカーラ兼ペスカーラ出身のソプラノ・オペラ歌手である。5歳でバイオリンを習い始め、その数年後より、バリトン歌手、アルド・プロッティの下で声楽を学び始める。音楽院を卒業後もレオーネ・マジエラに指示した。1992年、19歳で、ルチアーノ・パバロッティ国際コンクールで優勝する。パバロッティと共に、 ロイヤル・アルバート・ホール、カーネギー・ホールをはじめ、パリ、ブカレストなど70カ所以上のコンサートに出演する。1993年に、パレルモ・マッシモ劇場で、ジャン・パオロ・テス等に作曲の新作歌劇、アリーチのタイトルロールでデビューする。レミージョは、モーツァルトの、フィガロの結婚アルマ・ビーバ伯爵夫人、スザンナ、コジファン・トゥッテ・フィオルデリージ、ドン・ジョ・バンニ・ドンラ・アンナ。 ドンナ・エルビーラ、皇帝テ,ティートのジヒビッテリア、イドメネオ・イリア、エレットラ、マテキ・パミーナを演じている。1998年に、エクサン・プロバンス音楽祭にて、ピーター・ブルック演出、クラウディオ・アバド式による、ドン・ジョバンニにドン・ナ・アンナを演じ、1999年には、アバド式、ジョナサン・ミラー演出の下、フェラーラ・私立歌劇場にて、ファルスタッフのアリーチェを演じた。 オテイロのデスデモーナも、アバド式で歌っている。レミー・ジョは、多くの著名な指揮者及び演出家のもと、数多くの公演に出演している。今日までに、リッカルド、ムーティ、クラウディオ・アバド、ロベルト・アバド、アントニオ・パッパーの、ロリン・マゼール、リッカルド・シャイ、チョン・ミョン・フン、ダニエル・ハーディングの指揮者等、またピアル・イージ・ピジー、ダミアのミキエレット、フェデリコ・ティッツピーター・ムースバック、 リュック・ベンリ、ヨゼフ・フランコニー・リー、ケリル・アーミテージ、マッシュモ・ラニエーリ、マリオ・マートン、ジョン・コープリー、デビット・マクビッカー、キューゴ・デ・アナ、グラハム・ビッグ、ポール・カラン、ルカ・ロンコニー、フランチェスカ・カザンロ、ジョナサン・ミラーなどの演出家のもと優れた才能を発揮している。日本においては、東京フィルハーモニー交響楽団で演奏会方式のオペラ、イドメネを、 富山市民文化事業団制作オペララ・ボエームをチョンミョンフン式で歌っている。2012年には東京・キオイホールにて日本での初リサイタルが行われた。2013年にはスイスバーゼル劇場の初来日公演のフィガロの結婚で伯爵夫人役で公演した。グノーモーツァルトドニゼッティビゼプッチーニベッティニベルディ、ロシーニストラビンスキーグルックマルジュナーマスネ、 ヘンデルモンテベルディ http コロンスラッシュスラッシュ www.answers.com スラッシュトピックスラッシュ CARMELA-REMIGIO ありがとうございます。